ちょっとためらってるっていう方、あとはね、環境的な問題でできないっていう方は、WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV をご覧いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルでは、誰にでも簡単に車を経営できる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いしまーす。行くぞ！ニューウェブ予選、ウエストカーネー。はい、ということで、今回はですね、前回まで3本の動画にわたって、初めての車磨きの道具選びをですね、ポリッシャー編、バフ編、コンパウンド編と3回に分けてお送りしてきたわけですが、一応ですね、その道具選びとしてのお話は前回で完結してるんですが、今回はですね、番外編ということで、手磨きについてね、ちょっとお話をしていきたいと思います。さあ、行くぞ！でですね、なぜまあこの話をするかというと、磨きには興味があるんだけど、いきなり道具を揃えるのはちょっとなっていう場合だったり、あとはですね、環境的な問題ですね。騒音であったり、あとは電源をね、取れない場合だったり、いろんなね、問題があって、なかなか磨きができる状態じゃないと。いう方もおられます。なので、そんな方たちにも、手軽にですね、磨きを知ってもらうための方法として、手磨きっていうのがあるので、今日はですね、それについてお話をしていきたいと思います。よろしく頼む！というわけで早速、Let's get started! まずですね、手磨きがどういうものかっていうと、まあ、回転時のごとくなんですが、手で磨くんですね。やるじゃないか。今までその前回までの動画っていうのはあくまでもね、ポリッシャー機械を使った磨きでしたが、手磨きっていうのは自分のね、手を使って手作業でね、磨いていきます。なので通称僕らはとか言ったりもするんですけどね。で、方法はね、何種類かあるんですけど、まずはね、こういったマイクロファイバークロスですよね。このね、マイクロファイバークロスにコンパウンドをですね、ちょっとこうつけて、で、こうやってこすっていくっていう方法があります。で、この方法は実際僕も使う場面あって、例えばポリッシャーが当てれないようなね、細かいところですよね。ドアノブのこう R になってるとこだったり、あとはリアゲートのね、ナンバーの周りとかですね、どんなにね、小さいポリッシャーでも当てれないところっていうのが出てくるので、コンパウンドをクロスにつけて手磨きするっていう場合があります。あとはですね、本当にこうピンポイントで一箇所だけ傷がね、線傷とか、大きめのスポットがポッとある時とかだと、わざわざバスッとポリッシャー使って、パネル全体磨くのも手間がかかるので、そういう時はこう、ちょっとね、クロスにコンパウンドを少しつけて、こうスポット的にね、取ったりっていうこともあります。で、この方法は以前に動画何本かアップしてますので、詳しいね、方法はぜひそちらの動画をチェックしていただければと思うんですが、この方法のメリットはですね、簡単にできるっていうことですね。やった！場所とかもですね、特に必要ないですし、このクロスと、あとコンパウンドがね、あればできるので、比較的コストもかけずにできるっていうことですね。デメリットとしては、手磨き、細かいね、ところだといいんですけど、広いね、面を手磨きでしようとすると、やっぱりどうしても機械に比べて均等にね、作業するっていうのが難しいので、ムラになりやすいんですね。こんなはずでは。あとはやっぱりこうどうしても手なので、作業性もそうなんですが、パワーという意味でもやっぱり機械にはかなわないなっていうところがあるので、手磨きのね、作業できる限界っていうのはやっぱりどうしてもあります。なので僕がね、おすすめしたいのはもう一つのね、方法なんですけど、もう一つの方法はこういったね、スポンジありますね。スポンジに研磨剤を吹きつけてこう磨いていく方法なんですけど、僕がね、動画で出しているものだと、このね、ポリテックスっていうアイテムがあります。これは研磨剤に加えて、あとはね、フッ素系の、まあ、ポリマみたいなやつね、も入っているので、コーティングもね、同時にしてくれますし、傷を埋める効果もあります。なので単純にコンパウンドだけで手磨きするよりもムラになりにくいですし、こういったね、スポンジを使うことによって、ここに面があるので、こうクロスにつけてね、こう指でやるよりは、まだ手作業でもこちらの方がムラにね、なりにくいんですね。で、ポリティックスだと、ドライでも使えますし、ウェットでもね、使うことができます。なので、
例えばこう洗車をした後シャンプーが終わってすすいで拭き上げる前の状態で気になる部分とかをポリテックスこれコイスポンディにつけて手磨きをして傷取ったりっていうこともできます。やったなのでそういった意味ではですね普通のね一般的なコンパウンドをクロスにつけて指でね手磨きするよりはポリテックスをね使って作業する方を特に初めての方にはおすすめしたいなと思います。でポリテックスについての動画も過去に何本か上げてますので気になった方はぜひそちらもチェックしていただければと思います。ですいませんまだちょっとね宣伝挟むんですけどザワンの方からもですねこの度新商品としてですねコーティングのメンテナンス剤としても使えるんですけど今までメンテナンス剤ですね研磨剤入ってないタイプのものしか出していなかったんですが今回新たに研磨剤入りのねものが発売されました。やるじゃないか。使い方としてはポリテックスね同じような感覚で使うこともできますので気になった方概要欄の方に詳細貼っておきますのでチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね手磨きについてお話をしたんですが手磨きはですね手で磨くといえど思いのほかね結構取れたりするんですね。綺麗になります。それはあの過去の動画を見ていただければわかるかなと思うんですけどなのでちょっとねまだ機械揃えて磨きっていうのはちょっとできないちょっとためらってるっていう方あとはね環境的な問題でできないっていう方は手磨きっていうのをまずね一度試してみていただければ磨きの入り口ではないんですが磨きってこんなもんだなっていうのを知るねいいきっかけになると思いますんで、よろしければぜひですね試していただければと思います。よろしくお願いします。ということで今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画を聞いていただけましたら高評価ボタンそしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の他でも受付しておりますのでぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。次はリョウビとルペスを対決させます。これは強敵だな。初めての車磨きの道具選び初めての車ポリッシャー編バフ編コンパウンド編と騒音ですねマイクロファイバークロスですよ、まあ、こんな感じで手に取って、まあ、こんな感じぜひそちら気になった方はぜひそちらをチェックしていただければと検討していただければと思います。なのでぜひ